なんていうか4月頃ね、4月頃やってずっと12月まで行けると思う。じゃあ4月にいただくの種を、はい、種あげるよ、はい、うまいところを、うんうん、4月種、うん、なかなかあの本当の黒織は種がないだって。ほんで皮があるかないかわからん。これぐらい皮が薄いな。雨が今年は多くて、だいぶ腐りました。8月からすごかったもんね、雨がね。ちょっと上げてやった方がいいよね、スイカみたいに。そうだもんだから、柵を打って、こう私、こうやってました。ああ。その雨の多いんだけど、これが良かった。ああちょっと地面から上げといて、うん、ほんなら自家用だもんね、あのそれで商売じゃないもんだ、ほんなら摘心してね、手かけん方が木が持つわけ、うん、で生で食べられるんだよね。それは知らんかった。ほんならうちでも植えたら目も何もつまんでテストやっとる。